皆さんこんにちは、すごくねいい天気ですけれどもね、このように来てくださいまして心から感謝申し上げます。皆さんは森新造あるいは信造という方をご存知でしょうか。これ国民教育のね師父って呼ばれてるんです。師というのは師匠の師に、お父さんの父ですよね。明治生まれの教育者また哲学者なんです。彼の言葉の中でね、最も有名な言葉の一つに、人生二度なしという言葉があります。まあ皆さんそれはそうやなと、人生二度ないですよね。まあ輪廻転生をね信じてる方がいらっしゃいましたらね、それは二度も三度もね五回も五度でもねあるということなんですけれども、大丈夫ですか。人生二度なし、二度なしね、これ誰でも分かっている言葉なんですけれども、今からちょっとクイズを出しますよ。人生二度なしね、5秒以内に、ね、頭の中で答えてくださいね。人生二度なしだから何々、はい、その何々に当たる部分ね、だから何々、1,2,3,4,5終わりです、はい。まあね、このね人生二度なしという言葉はまあそうだなと思うんですけれども、だから何々だっていう部分はなかなかね即答しようと思っても難しいんじゃないかなというふうに、そのように思うのでございます。人生の目的は何かとかね、私は、このために存在しているんだ、自分の人生の自分の存在価値というのはここにあるのだというね、そういうことが分かっていないとね、なかなかね、答えることができないと思うんですよね。まあそのためには人生の土台というのがしっかりと据えられていなければならないということなんです。まあね、土台というのがなければね、せいぜいこういう感じですよね。人生二度なし、だから好きなように生きるんだとかね。そんな感じになってしまうんじゃないかなというふうに思うんです。じゃあ、人生の土台とはどのように固めていくのかということについて、先ほどのですね、森さんはですね、このように言ったんですね。10代の学びだと。ね、10代の学びが人生の土台を作るんだ。早くからその人生に対する態度を確立することが、人生を生きる上での真の秘訣と言えるんだというふうに、そのように、おっしゃったんですけれども、でもこの場所にいる方々、ほぼほぼね、10代も越してますよね。もう10代どころかというね、私のことですよ、私のことね、感じになってきて、まあそういうふうになってくる、そんな感じになってくるんですね、人間でね。聖書を見る限りね、10代を越しても、いつであったとしても、このね、人生の土台ってね、据え替えることができるということがわかります。例えばね、そう確信させてくれる人の一人が、新約聖書の多くの箇所を書いたパウロという人です。皆さんも聞いたことあるでしょ、使徒パウロ。ね。という方なんですけれども、ここを見てくださいね、まずね。聖書の言葉です。しかし、私には、私たちの主、イエス・キリストの十字架以外に、誇りとするものが決してあってはなりません。と、パウロはそのように告白しました。パウロにとってね、自分の誇りというのはね、キリストの十字架だったんです。そして、パウロの生きる土台、人生の土台というのは十字架だったんですね。キリストの十字架です。この土台というのはですね、彼が20代、あるいは30代の時にね、キリストと出会い、またキリストを信じ受け入れたのをきっかけに、彼の人生に据え付けられた固い固い土台となったんですよね。彼はそれまでね、多くのことを学んできました。誰よりもね、多くのことを学んできたんですけれども、彼はそれまで学んできたことを一新して、確固たる人生の土台をこの時に据え付けたのであります。いや、これ聖書読んでたらわかるんですけどね、パウロの生涯ってね、もう本当にもう壮絶ですよね。もうね、罵られてもね、迫害にあってもね、石を投げつけられてもね、水難事故にあってもね、鞭打たれてもね、投獄されてもね、死刑宣告受けてもね、彼の人生は揺らぐことがありませんでした。彼はどういう時であったとしても人生の目的と確固とした自分の存在価値というのを持ち続けて生きてきた人だったんですよね。そういうことでね、このキリストの十字架という人生の土台は誰でも、いつでも、そして何歳であってもキリストを信じ受け入れる瞬間に
私たちの人生に据え付けられるものであるというね、そういったことを考えるのであります。じゃあ、パウロが土台とした十字架を土台として生きるとはどういうことなのか。今日はね、三つだけね、考えたいです。三つだけ。パウロの言葉からね、考えていきたいんですけれども、三つはこれですね。まず一つ目はね、十字架を土台に生きるというのは、キリストの驚く愛を土台に生きることです。驚くべき愛を土台に。そして二つ目に、十字架を土台に歩むというのは、驚くべき立場を土台にして生きることであるということです。そして三つ目に、十字架を土台に生きるということは、驚くべき恵みを土台に生きることだということです。今日はこの三つの観点で見ていきたいんです。さて、一つ目です。十字架を土台に生きるというのは、驚く愛を土台に生きることだということです。お読みいたします。実にキリストは、私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。まあ、弱かった頃というのは、神ご自身に応答して生きるような、そのような力がなかった頃です。不敬虔な者ってどういう人たちですか？神を神とも思わない人たちのことです。定められた時と書いています。誰が定めたんでしょうか？神がお定めになった時です。それが2000年前ですよね。ですからね、今生きている人たちにとってキリストの十字架が関係あるとね、聖書は語るね、その土台はここですよ。過去、現在、未来の全ての人のためにキリストが十字架で死ぬのは神が定められた時と決められているんです。その定められた時が今から約2000年前なので、キリストの死はまさに私たちの罪のために死なれたものであるということが言えるのであります。正しい人のためであっても、下の方読みますよ。死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。ということでね、どんなね、親しい人であったとしてもね、その人のために死ぬことなんてもうほとんどありえないということですよ。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、積極的にね、神に反抗していたときです、これは。キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。聖書はこのように証言しています。私たちがまだね、神を神とも思わず、神に逆らって生きているときもすでにキリストは私のために死んでくださっていたんだ。そのことによって神は一つのことを示そうとしておられる。それは何か、あなたを愛しているからだ。ということなんですね。皆さん、この中でね、韓国ドラマ好きな人いてあります？韓国ドラマ、手挙げなくていいですよ。顔見たら大体わかりますからね。もう顔見たらね、韓国ドラマって聞いただけで、なんかメガネちょっとランランランって書かれてるんですよ。なんですかね。ということで、いらっしゃいますよね。はい。それでね、私もね、韓国語を通訳するんでね、韓国語を錆びつかせないために、何度も言ってます。韓国ドラマをね、よく見るんです。よく見るんですよ。はい。これね、よく勉強しているとね、言い換えた方がいいかもしれません。韓国ドラマでよく勉強しているのでございます。それでたまに家内から怒られるというね、そういうことありますけども。まあ、それはいいんですが。忘れられないドラマのワンシーンがあるんです。それはね、こういうものですね。それはね、病院もののドラマだったんですけどね。ある初老の男性が、過度な飲酒が原因で、アルコール性のね、肝機能障害になってしまうんです。そしてね、肝臓移植をしなければ助かる見込みがない状況になってしまいます。肝臓移植をしなければもう治らないような状況になってしまって、その時ね、娘さん2人いるんですけどね、1人のね、娘さんがね、私の肝臓をお父さんに提供するって言ったんですよ。そしてね、手術しました。適合線検査してね、適合したからね、しました。そしてね、お父さんはね、命を取り留めたんです。健康状態を回復したんです。でも、驚くことが起こりました。肝臓移植をして、健康を回復したら、またお酒を飲み始めたんです。恐ろしいですよね、お酒ってね。ドラマの話ですけども、これは実際にある話です。そしてその結果ね、また肝臓を悪くしてね、
肝臓移植を再び受けなければ生きることができない状態になったんです。するとね、もう一人の娘さんが今度は私の肝臓を提供するということで、お父さんにね、肝臓をまた提供したんです。これもね、驚くべきね、展開だったんです。それで彼は健康を取り戻したんですけれども、その後どうなったと思います？術後の定期検診行ってね、血液検査したらね、酒飲んでるんですよ。酒飲んでる。2回もね、2人の娘のね、肝臓をね、移植受けながらね、また酒飲んでるんです。そして先生はね、この医者の先生、担当の医師はね、彼を問いただすんです。どうしてまたお酒飲んだんですかって。どうしてですかって、ね、そしたらね、ニヤニヤしながらね、先生飲んでませんよって言うんです。先生言うんですね、飲んだことはこれデータ見たらすぐ分かる、数値に出てるから、なんで嘘つくんですかって言うたらね、またね、そのね、お父さんね、ニヤニヤしながらね、先生そんな言うでもねえと、私にも付き合いがあるんですよ言ったんです。もうね、その担当の医師はね、もうね、我慢できなくなってね、こういうふうに言ったんですよね。今はね、医学が発達したけどね、肝臓移植っていうのは肝臓を提供する側も命がけの行為なんだと。娘さんがね、お父さんに肝臓を提供したのはね、決して当たり前のことではないんだよ。2回もね、しかもそれなのにね、あなたはね、なぜね、酒を飲むのか、肝臓を提供するのは当たり前じゃない、こんなね、すごいね、検診をね、お父さんのためにしてくださってくれたのにね、娘さんを裏切るんですか。私はもうあなたのことを見ません。もうこれ以上あなたのことを自分の患者と患者として見ることできません。もう来ないでください。するとね、急にかしこまってね、先生もう二度と飲みません。でもね、もう先生はね、信じることできませんでした。なぜでしょうか。娘さんが二度も肝臓を切って提供してくれたのにもかかわらず、彼は誘惑に負けて酒を飲み始めて、再び肝機能の障害を起こしてしまったからです。これ以上もう手の打ちようがないということです。こういうシーンだったんですけどね、私がね、一番グッときたのは何かっていうとね、先生がお父さんにね、娘だからといって肝臓を提供するのは当たり前のことではないんだよっていうセリフにね、グッときたんです。私その時ね、キリストが私のために死んでくださったことっていうのは全然当たり前のことではないということをね、当たり前のことをね、改めてね、思わされたからなんです。ところでね、皆さん、こういうね、論理を展開する方もいらっしゃいます。神は愛だから、神が私を愛するのは当然というね、そういう人もね、いるんですけれども、でもね、見てください、先ほどの御言葉を見る限りね、神の愛は十字架で示されたんです。神の愛は十字架で示されました。だとするなら、神は愛だから私を救うために愛するのは、愛してくれるのは当然だというのはどういうことかというとね、こういうことですよ。神は愛だから私のために死んで当たり前だというのと同じことです。なぜ神は愛だから私のために死ぬの当たり前でしょって、これはね、ありえない言い分です。しかもね、あってはならない言い分です。でもね、キリストはこのありえない、あってはならない言い分を聞き入れるかのようにして、全ての罪人のために、不敬虔な者のために、自ら進んで十字架で本当に死んでくださった。驚く愛であなたを愛してくださっている方なんですよね。パウロはこの驚くべき愛を目の前にした時にこのように言ったんですね。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。こんな大きな愛から誰が私を引き離すのですか。私はこう確信しています。何を確信してるんでしょうか。死も命も御使いたちも支配者たちも
今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。パウロはこう確信していたんです。誰も私を私のために十字架で死んでくださったキリストの愛から引き離すことはできないんだ。皆さん、ロス・キャンベルという心理学の博士はこのように言ったんです。子供一人一人の内側には愛で満たされるのを待っているラブタンクがある。子供が愛を感じるとき、その子は正常に成長する。ラブタンクが愛で満たされるからだ。このラブタンクは愛で満たされるのを待っているんだ。もしラブタンクが空っぽのままだと、子供の振る舞いには問題が出てくるんだって。そしてゲイリー・チャップマンという心理学者はね、これに合わせてこう言ったんですね。それは大人にも言えることだって。パウロは心の中にあるこのラブタンクをね、キリストの驚く愛でいっぱいに満たされて生きていた人なのです。神は今キリストの驚くべき愛であなたのラブタンクをいっぱいにして命に満ちた人生を与えようとしておられる、そのような方であるということですよね。じゃあ二つ目です。驚く立場を土台に生きることが十字架を土台に生きることだということです。一箇所読みます。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪の報酬、私たちが罪を解決しないままこの世での人生を終えてしまうならば死が待っている。この死というのは永遠の死と呼ばれるものです。ごめんなさいね。いわゆる神様の恵みが決して永遠に届くことのない地獄で永遠に存在しなければならないという聖書でいうところの第二の死です。一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていて、その裁きによって行かなければならない第二の死のことです。それに対してね、神様は賜物を与えてくださるんですよ。英語で言うところのギフトです。それは私たちの主神キリストイエスにある永遠の命です。十字架で死んでくださって私たちの罪を解決してくださったこの方を信じることによって永遠の命をギフトとして受けることができるんだよと、聖書はそのように私たちに説明してくれるのであります。じゃあね、このね、永遠の命、永遠の死ということをね、ちょっとね、一つの観点で考えてみたいですね。永遠の命とはどういう命かというとね、単に永遠に存在することではありません。単に永遠に存在することではないんです。なぜかというと、一つ目に、キリストを信じる人は神と共に、そしてそうでない人は神と断絶された地獄で永遠に存在するからであるということです。存在するのはキリストを信じようが信じまいが存在します、永遠に。でもその存在の仕方が異なってくるということですよね。先ほど言いました、断絶され神と断絶された地獄で永遠に存在することを第二の死、永遠の死と呼んでいます。じゃあこの永遠の命について一つの観点で考えましょう。これは永遠の命とはこうも言えるんですね。皆さん、神が人間を創造された時に、創世記一章です、人間に与えられていた立場が永遠に回復された命です。じゃあね、このね、神が人間を創造された時に人間にどのような立場が与えられていたのかを聖書一箇所見てね、考えてみましょう。見てください。神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。
この箇所です。ここでね、我々の形として我々の似姿にと神は仰せられました。これはね、ある意味ではね、この地上位ね、知性とか感情とか意志を持つ存在として作られたということも含んでいます。そしてもう一つね、霊的な存在、神を感じることができ、神にアクセスすることができるような存在として作られた、この性質を似せて作られたという意味もあるんですが、今日はここには触れません。今日触れたいのはね、ここなんですよ。神ご自身と我々という関係を持つものとして作られたということです。神と我々というような親しい関係を持つものとして作られたということです。これがね、人間にもともと与えられていた立場です。ちょっとね、もうちょっと詳しくいきたいんですよね。これ見てください。まずね、我々とね、神様がご自分のことをおっしゃったのは、神が複数存在することを示しているのではありません。聖書全体を見ると明らかです。これはね、神はお一方であられるけれども、三つの互いに独立した神格、異格って呼んだりもします。ね、そのような神格を持つ方であるということなんですよね。これをね、三位一体の神と表現しています。三位一体の神。今日ね、ここにね、わざわざ触れた、ね、理由があるんですよ。ね、避けて通りたいところです。これね、理解できないところだから。この三位一体という教理はね、人間が完全に理解できるものではありません。ありません。ね、だからこれは人間が理解して受け入れるものではなく、聖書に示された啓示を事実として信じて受け入れるべきものであるということです。じゃあね、ちょっとね、でもね、ちょっと人間の努力でね、ちょっと理解する手がかりというかね、信じる手がかりをね、持って探っていきたいと思うんですけどね。まあ、多くの人にね、嫌われているんですけど、こんな絵があります、これ。三位一体の神ね、ここ見たら、ちょっと待ってね、これ。三位一体の神ね、ここ。三位一体の神様ね、神様。そして神様はお一方ですけれども、神格は父、子、聖霊という三つの異格があるということです。これ見たらこれですね。見てください。この苦心の策を。ね、あれ。イエス、イエス、イエスね。イエスね。もうこれ以上言いませんけど、ノー、ノー、ノーね。ということで、三つで一つであるということですよ。しかもね、見てください。皆さん、これフラッシュ、フラッシュ、フラッシュ、フラッシュね。どんだけ苦労したかという話ですけどね。あ、ごめんなさい、失礼しました。苦労した人のものをいただいたんです。すいません、私全然苦労してませんけどね。これ見たらね、ですからね、一つでありながら三つの威嚇を持っていらっしゃる方でいるというあるということですね。あえて図にするならこういうことですよ、ね、こっからね、驚くべきね、論理展開が咲くんですけども、私は驚いてるんですけど、皆さん驚くかどうか分かりません。見てください。こんなね、言い方する人いますよ。これ人間の限界です。これね、神の三位一体を表すことはできないんです。できませんけども、こんな説明をする本とかね、人とかいます。ね、例えばね、H2O は氷という現れ方もするし、水という液体の現れ方もするし、水蒸気という気体の現れ方もする。でも、三つすべて H2O でしょうと。このような方法でね、三位一体をね、説明しようとする方もいらっしゃるんですけれども、これ全然違います。全然違います。H2O、氷、水、水蒸気、神、違います。でもね、ちょっとしたヒントになるんじゃないかと思うんですよ。ちょっとしたヒントね。ちょっとね。だからこれはね、これをもって三位一体は説明できません。これをもって三位一体をね、説明しようとするならばね、それはね、ちょっと間違ってますね。間違ってます。じゃあね、どういうことかというとね、ちょっとでもヒントになるかなっていうので、ちょっとこれをお見せしたんですけどね、こういうことですよね。これもパカパカいけない。はい、見てください。これね、三位一体ね、三位一体。あ、すみません、これね。神はお一人であって、父、子、聖霊。これ見たらね、聖書の示す三位一体の神というのは、ここです。一つの神でありながら、三つの威嚇を持っていて、ね。そしてね、互いに愛し合う存在です。そして互いに話し合うことのできる存在です。我々に似せてみたいな感じでね。
そしてね、互いに称賛し合うことができます。神を、父を、あなたを崇めます。そして互いに協力して働くことができるお方であるということなんです。これ聖書全体見たらこれわかります。じゃあね、この先ほどのね、聖書の箇所で我々と書かれているのは、この三位一体の神の間でなされている会話です。会話ですね。神が自ら我々とおっしゃる関係というのはね、例えばですね、こういうことですよね。先ほど言いましたけど、これね、三位一体の関係、互いに愛し合ったり、互いに話し合ったりね、互いに敬い合い、ね、礼拝し合いっていうかね、互いに協力し合う、そのような関係があるということですよね。キリストを信じる者に与えられる立場っていうのはね、人でありながらね、この三位一体の神と共に、いわば我々というね、親しい関係の中にね、入ることができる立場だということです。これ見てください。このね、クリーム色の丸あるでしょ、ここ。ここです。ここね。ここ。父子聖霊、三位一体の神とね、親しく交わることができるね、そのような関係にね、私たちをね、回復させようとしておられるんです。言うときますよ。このように親しくね、交わる関係に回復させられたといってもね、神の一人になったり、神の一部になったりするというのと全然違います。全然違います。これ注意してください。ね、限りなく親しい関係に引き入れられるということなんですよね。これ見てくださいね。この聖霊で書いてますよね。キリストを信じる者には聖霊が住んでくださいます。聖書ではっきりと記されています。ね、そしてキリストを信じる者に対して、御子キリストは共に歩むと仰せられます。そしてキリストを信じる者は私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰も父のもとに行くことはできない。そのように仰せられた通りに、この方をして父なる神様に近づくことができ、父なる神に申し上げることができ、父なる神に聞いていただくことができる、祈りとか通してですね、人間でありながらですね、この聖なる神との交わりの縁の中に入れられたもの、これがね、クリスチャンに永遠に回復される立場なんです。皆さん、キリストがね、なんで私たちのために死んでくださったんですか？なんで死ぬことまでしてね、私たちの罪をね、一つも残らないようにね、処分してくださったんですか？この聖なる関係に私たちを導くためです。この聖なる領域に私たちを導くためです。この聖なる領域の中には罪が一点もあってはならないんです。キリストが私のために死んでよみがえってくださった、私の罪を一切合切全て背負って処分されてくださった、私の罪とともに、これは何かというとね、この聖なる、罪があってはならない素晴らしい領域に私たち一人一人を導くためであったということなんです。キリストはそのために十字架で死んでくださったんだ。パウロという人はね、これ見てくださいね、ここね、はい、キリストが十字架を通して与えてくださったこの聖なる立場を土台として神を愛していきました。神に祈っていきました。神を崇め礼拝し、そして神と共に働く人生を送ることになったのであります。生きる目的と価値がこの立場によってしっかりと定められたということなんですよね。皆さん、神様ってね、この非常にね、質の高い立場を私たちに与える方です。この立場が与えられたものとして、今から永遠に神の前に生きる命、これが私たちに与えられる永遠の命であるということをね、ちょっとね、覚えていただきたいんですよね。キリストを信じ、ぜひともこの命を得てほしいと心から願うものであります。3つ目です。驚く恵みを土台に生きるということです。
御言葉を読みたいと思います。キリストイエスは罪人を失礼しました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。これがねパウロの告白ですよね。はい、キリストはね罪人の頭である。これ以上はない罪人であるということです。聖書はこのパウロの証言を認めています。そしてここで私たちに知らせてくださっています。罪人の頭であるキリスト、このパウロね、このね罪人で頭、罪人の頭である私のためにキリストは十字架で死んで私を救ってくださったんだと告白しています。だから何かというとね、こんな私を救ってくださったキリストはまさに罪人の頭未満の全ての罪人を救うためにこの世に来られたんだということです。じゃあね、なぜパウロは自分のことを罪人の頭と呼んでいるのでしょうか。それはかつてクリスチャンを迫害していました。クリスチャンをね殺すことにね協力していたからです。しかもこれは神のために正しいことをしているんだという確信を持ちながらクリスチャンを殺していったんです。神の最も悲しむことをしているような、そのような罪人だったんですね。パウロは続けて言いますよ。違う箇所ですけども、私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私、使徒パウロになりました。もうね、全世界にね大きな影響を及ぼすね、クリスチャンとしてね、神様はこのパウロをお使いになったということですよね。こんな私のためにキリストは十字架で死んでくださった。それによってね驚く愛で満たしてくださった。驚く立場を与えて人生の目的、そして私の存在の意味を固めてくださったんだ。神の恵みはなんて素晴らしいんだ、驚くばかりの恵みだというパウロの気持ちがね溢れてきます。これね、驚く恵みを土台に生きるですけど、これねアメージング・グレースという賛美歌をね皆さんご存知だと思いますけどね、先ほども流れてましたね。これジョン・ニュートンというイギリス人ですよね、イギリス人、もう昔の人ですけど、彼はね幼い頃に母親から聖書の話を聞き続けていたんですけれども、神を信じることはありませんでした。そしてね彼はね青年時代になった時にね船乗りとしてねこの三角貿易に携わるようになったんですね。三角貿易って何かっていうとね、ここイギリスですよね、イギリスからね武器とかね生活用品を持って行って、ここでね人身売買するんです。アフリカ人をね買うんですよ、買って船に乗せるんです。それは人権蹂躙もね当然ね含まれます。そして買ったアフリカ人をアメリカ大陸に持って行って連れて行って、そこで売り払うんです。いや、売るというよりもね、物と物々交換しました、人を。そして物々交換した物をイギリスに持ち帰る。この繰り返しをね、していたんです。いわゆるね、奴隷商船のね、いわゆるこの職員だったんですよね。ところがですね、22歳の時に自分の乗った船が、嵐のためにね、これ難破しかけたんですね。有名な話です。この時ですね、彼は、母がね、7歳の時死んだんですね、お母さんね。それからね、もう、お母さんが7歳の時に死んでね、それ以来ね、初めて神様に祈ったんです。そしたら、奇跡的にね、遭難を免れたんだって言うんですよね。そしてね、それをきっかけに彼はね、改心しました。悔い改めたんです。生活態度を改めたんですけど、でもね、それから8年間、そのうちのね、6年間はね、船長として奴隷売買にね、携わり続けたんです。そんなことあるんかと。悔い改めてそんなことあるんかと。キリストを信じてそんなことあるんかと。あるんです。人の罪ってね、なかなかね、根深い。悲しいけどね、こんなことあるんですね。クリスチャンになってもね、同じ罪繰り返しますよ。
クリスチャンになってもね、古い習慣からなかなかね、抜け出せないことがあるんです。本当に私たちの歩みはね、父たるもの。ゆっくりゆっくり成長する。そういうこともあるんです。しかしながらですね、神様、そんな私たちをね、捨てない。捨てることない。どんな罪深くてもね、捨てることない。どんなに成長遅くても捨てることない。日々許し、日々新たに生かしてくださる方なんですよね。ところで、悔い改めてから8年間も、奴隷貿易にね、携わっていたジョン・ニュートンをね、神様はね、どのように導いたかっていうとね、神のために働くね、牧師へと導いてくださったんです。彼はね、アメージング・グレイス。神様の恵みって、なんて素晴らしいんだろうか。驚くべき恵みだ。アメージング・グレイス。彼は感動しながらですね、アメージング・グレイスの歌詞を書いたんですけれども、一般的に知られている歌詞とは少し違うので、その部分をね、紹介したいと思うんですよね。一番は一緒ですね。驚くべき恵み、なんと甘美な響きを、私のような卑劣感を救ってくださった。かつては迷っていた。でも今は神によって見つけられた。かつては目が見えなかった。でも神によって目が見えるようにされた。2番、3番飛ばします。4番。ここは一般的には知られないところです。まあ、ネット見たらわかりますけどね。出てますけど。神は私に、こんな私に、こんな卑劣感の私に良いことを約束してくださった。神の言葉、聖書の言葉は私の希望の保証だ。神は私の盾、私の分け前になってくださる。私の命が続く限りに。そうです。この体と心が滅び、私の死ぬべき命が終わるとき、ベールの中で得るものがあります。それは喜びと平和の命です。地上は間もなく雪のように白くなり、太陽は光を失うだろう。しかし、私を身元に召された神は永遠に私のものになる。こんな罪人の私のものになる。まさにアメージング・グレイスですよね。パウロはこのように言いました。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを恵んでくださらないことがあるでしょうか。頭で考えて作った言葉じゃないんです。彼は経験を通してこの言葉を書いてるんです。神はご自分の御子さえも惜しむことなく私のために十字架の死に渡された、この最大にして最高の恵みを与えてくださった神が最大最高以下の恵みを与えてくださらないことがあろうか。クリスチャンとして生きていくのに必要な全てを神は恵んでくださるのだ。パウロは神のこの驚くべき恵みを確信していました。この驚くべき恵みを信じていました。この驚くべき恵みを当てにしていました。そしてこの驚くべき恵みを受けながら生きていたのであります。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私を、こんな私を、クリスチャン殺してた私を、ご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。パウロは言います。クリスチャンを殺した罪人の頭である私が憐れみを受けたのは
罪人の頭、未満の罪人のすべてがキリストを信じて永遠の命を得るための洗礼であったというのです。皆さん、どんな罪人でもキリストを信じるなら間違いなく罪は許されます。間違いなく永遠の命が与えられます。間違いなく罪があってはならない聖なる領域に私たちを導いてくださいます。そのようにパウロは伝えているのであります。まとめて終わりたいと思います。十字架を土台に生きるとはどういうことでしょうか。神の驚くべき愛を土台に生きることだ。神の驚くべき立場、神が与えてくださるこの立場を土台に生きることだ。そして神様の驚くべき恵みを信じて、当てにして、土台にして生きることだ。キリストを信じて、キリストの十字架を土台とする素晴らしい人生を互いに楽しみたいと思います。以上にしたい。